じゃあ第3回 B さん勉強会ということで、ベイジンアンネットワークとはと題しまして、まあ、B さんニュースが発表します。今日の参考文献はこちらになっています。1番が、今日核ディステンパーについて、説明するんですけど、それについて少し参考しました。2番は確率的グラフィカルモデルの、まあ、定義とか、まあ、その辺について参照しました。であと資料としましては、3番の方にいろいろベジアンネットワークとはっていうことで、まあ、他にも確率的グラフィカルモデルとか含めて書いてあって、で4番の方で、最後自然言語処理の応用について、本当にさらっとですけど説明するんですけど、それについて、まあ、古いんですけど、まあ、参考にしましたと。で今日は、まあまあ、ベジアンネットワークとはについて、まあ、軽く分かってもらえればいいってことで、まあ、それベイジアンネットワークっていうのは確定式グラフィカルモデルの一種なんですけど、それについて説明して、でベイジアンネットワークに説明して、で確定式電波の一番簡単なモデルについて少し説明して、で、まあ、4番に最後どのように応用されているのかなみたいな話します。で確率的グラフィカルモデルってことなんですけども、まあ、狭い意味ではベイジアンネットワークとマルコフネットワークのことを指します。で、まあ、講義っていうか、まあ、言葉で定義するとグラフ表現された確率変数下の依存関係を扱う数理モデルってことで、ということです。でも、まあ、つまり、まあ、グラフで表現するんですけども、全てのいわゆる現実世界の確率のモデルってものがじゃあグラフで表せるのかっていうと、まあ、そういうわけじゃないんですよ。パーフェクトマップっていうのはグラフィカルモデルにはすごいきつい求められてるんですね。で一般にだからそれは例外処理したりとか、まあ、したりして、まあ、ベージアネットワークでは、まあ、グラフ表現できる確率モデルのみを扱うことにして、で、まあ、あんまり説明しませんけど極小アイマップっていうのと例分離っていう、極小アイマップは要するにあれですね、今度逆にたくさん適用できるグラフっていうのができちゃうんで、それを一応一つっていうか、まあ、決めなきゃいけないんで、ある、まあ、極小のあるもの、まあ、極小なものはアイマップっていうものを決めて、あと例分離っていうのはいわゆるベージアンネットワークの基本的なその3つノードっていうものがあるんですけど、それの関係性っていうものをについて、定義したものってものを導入して、まあ、対応を保証しています。で確率的グラフィカルモデルって、まあ、ざっくりとこういうのがあったりして、で計算量っていうのと精度っていうのがあって、まあ、計算量ってあるけど、まあ、別に計算量が多いからこれ使うとか小さいからこれ使うとかじゃなくて、実際には、こういうことをしたいからマルコフ確率バーを使うとか、まあ、そういうふうに選びますし、まあ、あと対象によってそれは多少計算量とか前後したりするんですけど、ここで言う精度っていうのは同時確率分布、まあ、推論に、同時確率を求めるときにどれだけ厳密なのかっていう、いわゆる実際の、現実世界に対してですね、どのくらいの精度で求められるのかってこと で、まあ、計算量はまあそうで、でいわゆるベージアネットワークがまあ一番、まあ、計算が大変で、まあ、これがベージアネットワークは有効、矢印があるんですけど、それが向きがあるかどうかと、向きがあるものをベージアネットワークで、マルコフネットワークっていうのはそういう矢印がないんです、線でつながる方向性がないネットワークで、マルコフ確率差っていうのは何ていうんですかね、結晶といいますか、金属で原子が等間隔きれいに並んでるみたいな、そういう、まあそういう確率差で、ボルツマンマシンっていうのは簡単に一応ニューラルネットワークのことですね。で深層学習っていうのが、そうで深層学習っていうのがいわゆる、そう今までこっちのグラフィカルモデルだと計算量といわゆる精度っていうのがいわゆるトレードオフの関係になってたんですけど、深層学習っていうのは隠れ層の、そういや隠れ層っていわゆる中間層のことですけど、 それのがそのいわゆる隠れ変数っていうのがいわゆる観測するかしないかって しないんで、まあ、そういった問題おかげで比較的、まあ、計算量が、まあ、比較的ですけど、まあ、小さくて、まあ、高精度の近似解が求められているということですね。あと、まあ、細かいことを言うと、ニューラルネットは確率的ではないけど、まあ、一応グラフィカルモデルとして載せました。
で、じゃあベージアネットワークとはの前になんですけど、確率で推論しようっていう、時に今確率変数がまあいくつかあったとして、で今日しか取らないっていうのはまあ0か1かってこと場合を考えますね。でそうした時に10変数でも問題がいわゆる2の10乗で1024パターンのが考えられる、まあ、具体的に言うと例えば今これは6かな6があってそれが0か1か あるかないかみたいなのであれすると0、0、0で1 で2進の桁上がりみたいに全部カウントしていけば、これだと2の6乗ですかねだけ、いわゆる確率変数の数だけ指数的に、計算量が爆発してしまういますね。まあ普通に素朴なんだからまあバカ正直こうやって やっていけば、まあ、それだけもう2しか取らなくても、もう計算量はもう大変なことになります。でじゃあベイジアネットワークっていうのは何なのかっていうと、確率変数間の依存関係を非循環有効グラフで表現された知識モデルということで、非循環っていうのは要するにこれ今矢印があるんですけど、矢印がなんか辿っていくとループするみたいなのはこれは、ダメってことですね。非循環有効というのは矢印があるグラフってことですね。で表現されたので、でこのノードにあった、には確率変数というものを入れて、でアーク、まあ、H とも言いますけど、これが関係があるかどうか、いわゆる、いわゆる関係がないとかはいわゆる逆に言えば独立しちゃうわけですね。で今確率知識っていうものを考えます。で、例えば A とか B とかは何にも矢印が突き刺さってないんですけども、そういうのは P の A、P、B で、 C とかは A の条件付き確率ですね、まあ、C オーバー A で、まあ、みたいに今こういった、確率知識がそれぞれ持っているとします。で、まあ、なんで確率知識ってものを考えるかなんですけれども、実はそのさっきのグラフですね、さっきあの H がその確率の依存関係を表しているよって言ったんですけども、つまり確率知識っていうのは一体何を表しているかというと、 F が ABCDE のが ABCDE が起きた時に、まあ、F が起きる、まあ、いわゆる自己確率ですけども、F っていうのは実は結局その、C、B と C と E は、まあ、グラフ見れば分かるんですけど、あの刺さってないですよね。これ要するに、その B と C と E かは、の影響は起きないわけですから、いわゆる独立してますから、結局、D が起きた時の F、まあ、っていう、まあ、条件付き確率を考えればいい、まあ、こういうイコールの関係があるわけですね。でこれによってじゃあ A から F まで全部の確率変数がその同時確率で ですね、あの起きる確率はって言われた時に、それが確率知識の積で表現、あの計算が可能ってことなんです。まあこれ証明弱って書いてあるけど、まあ簡単に言うと、これ最初の式変形は例えば F で F オーバー ABCDE でして、でその後その条件付き確率とかその文法に来たやつを打ち消す形で今度 P の ABCDE かなっていうのを、有式変形をどんどんあのなんて再帰的にじゃないですけど、どんどん F の条件付き確率、E の条件付き確率みたいなのをどんどん求めていって、で最後にその確率知識でこのイコールの関係が使えるってものをやってあげると、まあ、つまり確率知識の積で全部表すことができる。でこれのパターン、例えば AD が起きたとして F がどういうあれになっているのかなっていうのは、さっきの01のやつですと、いわゆる AD が00か01か10か11かってなって4パターンですね。いわゆるその P の F オーバー AD を計算するには4パターンを計算すればいいわけです。ということで、で確実知識ごとにパターンをこれ今足してみると、16ってことになります。でさっき言ったなんかあの全部の
あの0、1を入れて確かめるみたいなやつだと2の6乗だから64で全然計算が違う、計算量が違うってことになります。で、まあ、つまりベイジアンネットワークの特徴なんですけども、変数が多くて因果関係が連鎖する複雑な問題をグラフで表せる、でモデル化できると仮定すると、同時確率分布か条件付き確率、いわゆる確率知識の積に、まあ、積に分布で書く、まあ積で表現することが可能、因数分解することが可能っていうことです。で 2番目は、まあ、これは後で説明するんですけども、蓄積的に新しい証拠エビデンス、いわゆる例えば証拠っていうのはあれですね、まあ、よく例えられるのは、まあ、なんか推理小説なんか証拠が見つかったら、じゃああいつが犯人の可能性が高いみたいな、まあ、そういう感じなんですけども、まあ、そういうものが来るたびにそれが確率が伝播して確率をしっかり更新することができるっていうのが、まあ、このベイジアネットワークの特徴になっています。でベイジアネットワークの問題点っていうのは計算量がすごい多いっていうことで、まあ、さっきなんか計算量が簡単に普通の推論にバカ正直な推論に比べて少なくできるって言ったけど、あれは結局0か1かっていう二次化した状態ですし、実際にはそのH がどうつながれというか、ノードがどういうつながりになっているかで全然それが変わってきて、で一般的にさっきすごいロックだったけど、一般的なモードに対応しようとするとノードの数がバッて増えて、現実的な問題を解こうとすると計算量はすごい多いわけで、で厳密推論では200ノードネットワーク、厳密学習というのはベーシックネットワークを自動で作るみたいな話ですけども、そういうので2000ノードネットワークというものが必要になってきます。そういうことですね。でじゃあ確率伝播の簡単なモデルについて話します。まあ、パールって人が、まあ新しい観測によって、まあ、生じる信念、いわゆる確率伝播ってビリーフプロパゲーションって言って、いわゆる信念は、まあ、確率分布だし、いわゆるベイジアンネットワークは主観確率を扱っているので、まあ、そういう意味です。いわゆる、まあ、信念とも訳せます。信念がの変化をネットワーク上の情報の伝播によって、計算する方法を、提案しました。でこれは、まあ、アルゴリズムは、まあ、今日は親1で項1で、まあ、簡単な問題なんですけど、これ特に親が複数になると結構面倒くさいアルゴリズムなんですけども、でも計算量は従来のものに比べるとはるかに少なくて、確率計算の、まあ、人工知能への応用を実用的なものに、まあ、しました。でじゃあ、まあ、一番簡単な例 で、今 A からある証拠 E っていうものが、観測されて、で B で E-っていうものが、証拠が観測されたとします。で今 X っていうものに E プラスと E- っていうものが集まって、まあ、全部で E っていう証拠になって、でこの証拠が与えられた時に、いわゆるこの変数を、変数じゃない、確率を更新しなきゃいけないわけですけども、それはいわゆる自己確率ですね。E が観測されたら X はどういう確率なのかという、 X over E という確率をじゃあ計算しようとすると、まあ計算なんでなくて、まああれですね、条件付き確率を変形、式間違えてすみません、こう多分途中式すみません、間違えてますけど、最終的にこういう式になります。でこの式になって、でここでこの E プラスマイナス、この式は、証拠のみで、いわゆる原因として与えられる確率で、その X には関係ないものになっているので、まあ、これは正規仮定数アルファとします。で E- over XE+ っていうのは E- E+ が今直接的因果関係がないとしているので、でそういうもの
まあ、一種の仮定ですけど、そうすると上限付き特率となって、結局その E プラスっていうのは結局関係ないので、X で、あ、まあ、とっていいわけですね。 X ニュー、まあ、まあ、こういう感じになります。で、まあ、つまり、まあ、さっきのこれですね、さっきのこれの、ここがアルファになって、でさっきの、まあ、あれが、まあ、変形すると、まあ、結局じゃあどういう確率に更新されるかというのは、アルファかける B の、E マイナスオーバー X と B の X オーバー E プラスになります。で、まあ、今回はまあ上からと下からであれしてましたけど、まあ、これはどん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 伝播していく わけですよね。それはまあ再帰的な方法によって、まあ、プログラムを組んであって確率が伝播するモデルっていう、まあ、今非常にシンプルなモデルですけど、そういう、モデルをやって、まあ、確率伝播することができます。で、まあ、今日短い、最後に自然言語処理への利用ということで、まあ、さっきあの参考文献の4番5番かな、あの2002年のやつをそのまま書いただけなんですけども、まあ、具体的にはこういう、単語の多義性解消、文章の自動分類、情報検索、談話処理で対話理解とか、まあ、いろいろ、理論は昔からあるんだけど、結局さっきも言ったんですけど、計算量の問題によって結局今のところ、実用的な論文っていうのはあんまり 見ないんですけれども、ただそれはそもそもまだベイシアネットワークってもの自体がまだすごい研究が盛んな分野なんで、今後、ベイシアネットワークの計算量がどう改善されてるかってことで、結構この辺が実用的になってくるんじゃないのかなと思われています。あとベイシアネットワークだけじゃなくても、個人的に気になっているのが、ニューラルネットと合体させたような、まあ、BSOM っていうんですけども、まあ SOM っていうのは、自己組織化マッピングで、まあ、ニューラルネットワークの一種なんですけども、そういうので、BSOM っていうものを考えて、なんか最近の論文だと岸日本語のかかりつけ関係について何かやってるとかあったので、今後、まあ、ベイジャーネットワークおよびそれ他のベイジャーネットワークを元にした新しいモデルっていうものがどう発展していくかによって、この辺がすごい実用的になっていく可能性っていうのが、あります。じゃあ以上で説明を終わりたいと思います。